知ることでゲームは楽しくなる。どうも皆さんこんにちは、キンタンです。第1期の解説いかがでしたでしょうか。非常に長い歴史でしたので、分割させてはいただいたんですけれども、今回の第2期からはだんだんとその年代は減っていきます。それでは早速ではありますが、アカビリが皇帝となった時点から第2期の解説を始めましょう。第1期の時点でかなりの濃度となったタムリエルの歴史ですが、この第2期はそれらを収束していくような総まとめのような時代となります。繰り返しにはなりますが、第2期の歴史はこの動画で完結します。しかしその内容は毎度のことながらとても濃いです。アカビリの帝国崩壊から度重なるアカビルの侵略、闇の一党の設立、そしてタロスの誕生、締めくくりはもちろん大戦。今回もどうかお楽しみください。この動画は第1期の続きとなる動画です。初見の方はまずそちらからご覧くださいませ。ジ・エルダースクロールズの歴史第2期。荒れ果てたタムリエルに平和は訪れるのでしょうか。いいえ、そんなものは一瞬たりとも訪れません。この広大な大陸は争いの中でしか前に進むことはできないのです。それでは早速始めていきましょう。前回の続き第2期1年からのスタートです。第2期1年、アカビリによる統治。アカビリの通愛師であるバルシル・シャイエはレマン朝の最後の皇帝暗殺後、シロディール帝国を支配し、第1期の終わりと第2期の始まりを宣言しました。第2期230年、魔術師ギルド創設。バヌス・ガレリオンは狩猟呪術師マニマルコを放置し続けるサイジック界に嫌気がさし、サイジック界を脱会しました。バヌス・ガレリオンはサマーセット諸島でも有名なハイエルフの秘術師です。ガレリオンとファーストホールド王国のライリス12世はタムリエル初の魔術師ギルドを創設しました。そして魔術師ギルド創設と同時にサイジック界の本拠地であるアルテウム島がサマーセット諸島から跡形もなく消えてしまいました。しかしそれから500年後、アルテウム島は再び姿を現します。魔術師ギルドはアルテウム島や当時のサイジック界の協議長であるアイアチェシス、そしてアルテウムの議会がどこに消えたのかの説明を拒みました。これは簡単に言えば、魔術師ギルドができると同時にサイジック会っていう組織がなくなってしまったってことですね。で、その500年後、この時代で言うと、730年ですかね、ぐらいにアルテウム島は再び姿を現すんですけれども、それに関して魔術師ギルドは全く何も説明をしなかったっていうことです。だからここは結構ね、魔術師ギルドの陰謀というか、ギルドが栄えるためにサイジック会を何かの方法で消してしまったんじゃないかっていう、そういう予想ができますよね。第2期231年、ランプ騎士団の結成。魔術師ギルドの保安のためにランプ騎士団が結成されました。彼らは長い時代を通して魔術師ギルドと一緒に戦いました。ランプ騎士団の指導者はパラティヌスという人物が務めていました。第2期283年、帝国中で反乱が発生。支配者ベルディシュ・シャイエは帝国評議会を招集し、タムリエル全土の軍隊の解散を命じました。そしてこれにほとんどの国家が抵抗したため、タムリエルの歴史の中で最も悲惨な内戦が勃発します。シャイエは犠牲を払いながらも全ての抵抗勢力を押しのけました。これはそうですね、でこれはその元々は帝国以外のその国家っていうのもほとんど軍隊を持っていたんですけれども、それを解散しろって帝国が言ったわけですよ。ってなってしまうと、言ったら力をもう持てなくなるわけですよ、帝国以外が。ってなると帝国の言うことをずっと聞かなきゃいけなくなるっていうことで内戦が起こったわけですね。これはこの時帝国を牛耳っていたアカビリのシャイエが、帝国一強の時代を迎えようとしたんですけれども、やっぱりそれに関してはね、抵抗されるという、そういうことですね。
ただシャイエは力ずくで押しのけたと、そういうことです。第2期309年エルスウェアの設立、アネクイナのケイルゴ王とペレタインのエシタ女王が結婚し、カジートの統一国家エルスウェアが誕生します。この時点までエルスウェアというカジートが住まう地域の名称は正式には決まっていませんでした。なのでこの第2期の309年にエルスウェアが誕生したということです。まあ、それまではずっとわけわかんない猫の国っていう感じで認識されてたみたいです。第2期320年、戦士ギルドの誕生。スアイ氏のディネーラス・ベス将軍は貴族たちが雇うことのできる傭兵の営利団体を結成し、契約料の一部を帝国政府が徴収するという雇用契約を結びました。この組織は当時シフィムと呼ばれていましたが、後に戦士ギルドとして知られるようになります。第2期321年、戦士ギルドの認可。戦士ギルドが正式に認可され、城ディール中で活動するようになります。第2期324年、支配者ベルシルシャイエの暗殺。エルスウェア王国のセンチャル宮殿で支配者ベルディシュシャイエがモラグトングによって暗殺されました。シャイエの息子サビリエン・チョラックは父の後を継ぎ、アカビリによるタムリエルの支配はまだ続くこととなります。モラグトングはメファーラを信仰する宗教団体であり、この出来事の後モラグトングは大陸全土で非合法とされ弾圧されました。これは当然ですよね。アカビリとはいえ皇帝を殺してるんでね。第2期360年、闇の一党の誕生。モラグトングの復活を望む元モラグトングの構成員たちによって闇の一党が密かに結成されました。暗殺者ギルドとして活動する闇の一党は徐々に社会に浸透し、ダークエルフの上流階級をはじめとした様々な組織から依頼を受けるようになります。第2期430年、アカビリ支配の終焉。第二帝国の支配者サビリエン・チョラックと彼の親族が全員闇の一党によって暗殺されました。まあ、これは前回の弾圧の報復ともいえる事件でしたが、とにかくこの事件によってタムリエルのツアエ氏の血は途絶え、第二帝国の崩壊を招きます。第二期431年、第二帝国の崩壊。王の死によって内戦と反乱で溢れ返った第二帝国は崩壊します。そしてそんな中、アカビリに保護されていたオルシニウムの多くたちの帝国市民権が剥奪されます。いつから保護されていたのかは知りません。いつの話ですかって感じです。第2期486年、ピアンドネアの調査。サマーセット諸島沿岸で襲撃を繰り返していたマオマーの船団をハイエルフのアリノール海軍は追跡しました。しかしアリノール海軍は一隻のみを残して全滅し、なんとか生きて帰ったものがピアンドネアの地理に関する情報を本土の仲間に伝えました。第2期547年、アダスーム・デア・カマールの進軍。アカビルの雪の悪魔でありカマルの王、アダスーム・デア・カマールがスカイリムのウィンドヘルムに侵攻します。ウィンドヘルムは占領されてしまいましたが、モロウィンドのアルマレクシアが進軍しカマルの侵攻を阻止したと言われています。この時ズーリン・アルクタスことアンダーキングが支援したという記述もありますが、これは第2期896年の大戦の際にズーリンがヌミディウムの動力として自らの心臓を使ったという帝国の記録と矛盾するため、この解説では採用しません。第2期560年、ナハテン風邪の流行。タムリエル南東ブラックマーシュでナハテン風邪と呼ばれる疫病が流行し、ブラックマーシュに住む人々の部族を滅ぼしました。
現地のアルゴニアンたちは疫病への免疫を持っていたため、アルゴニアンによって計画的にもたらされた病気であると人々は噂しました。この疫病はその後100年も続き、多くの人々を苦しめました。第2期572年、アカビリの侵略再び。アカビリの軍隊がモロウィンドを攻撃します。トリビナルの一人ビベクはダークエルフの民に呼吸法を教え、洪水を起こしてアカビリの侵略者たちを全滅させたと言われています。呼吸法で洪水を起こすという、なんとも不思議な逸話ですね。第2期812年、たてがみの采配。第2期431年の帝国崩壊後、アカビリの亡命者たちをエルスウェアの指導者たてがみが受け入れていました。しかしエルスウェアの都市リンメンに住むアカビリの難民たちは再び帝都を取り戻そうと国境戦争を巻き起こし、最終的には帝都を完全に失ってしまったため、アカビリの難民たちは公式にたてがみの保護下に置かれることとなり、それに同意しました。第2期827年、タイバーセプティムの誕生。タロスことヒャルティ・アーリー・ビアードが誕生しました。出生地は不明ですが、ハイロックやアトモーラなど様々な説があります。第2期の立役者ともいえるタロスの誕生は、この世界に大きな変化をもたらしていきます。第2期830年、アルドメディ自治領の設立。バレンウッドではキャモラン王朝の後継者たちが王座をめぐって争いを始めました。しかしそこにサマーセット諸島のハイエルフたちが介入し、後継者の一人であるキャモラン・アナクセメスを支援しました。そしてハイエルフたちはアナクセメスに代わって臨時政府であるサルモールを設立し、両国は同盟を結びます。その結果、サマーセット諸島とバレンウッドから構成されるアルドメディ自治領が形成されました。サルモールやアルドメディ自治領はこの時に生まれたんですね。さて、ここから始まる対戦につきましては、別動画の旧大神とタロスの動画で詳しく解説しています。全く同じ解説となりますので、ここは割愛させていただいて、そこについてはぜひこちらの旧大神とタロスの動画をご覧いただければと思います。概要欄にございますので、どうかよろしくお願いいたします。第2期882年、ダゴス・ウルの目覚め。モロウィンドのレッドマウンテンの最下層でダゴス・ウルと配下の吸血鬼たちが目を覚まし、ロルカーンの心臓の前と姿を現しました。第1期のレッドマウンテンの戦い以降、詳細はほとんど分かっていませんでしたが、ここでダゴスは新たな計画を開始します。ダゴスはロルカーンの心臓を制御し、対戦でも使われたムミリウムを新たにもう一つ建造するという計画を密かに始めました。この計画は問題なく進む予定でしたが、それを許せない存在がいました。モロウィンドの荒人神であるトリビナルは、年に一度だけ力を得るためにロルカーンの心臓を使い儀式を行う必要がありました。しかしもちろん、ヌミリウムの建造にロルカーンの心臓を使っているダゴスはそれを阻止します。ダゴスたちに追い払われたトリビナルたちは心臓の力を得ることができず、何度もレッドマウンテンへの襲撃を企てることとなります。ダゴスは多くの配下を従えてこれを迎撃し、その後長きにわたって心臓をめぐったダゴスとトリビナルの戦いが続くこととなりました。以上がタムリエルの歴史第2期でした。アカビリの皇帝が倒れ、混乱が続くシロディールにタロスが生まれ、そしてタムリエルの統一、最後にはダゴスウルの目覚めとなりましたね。さあ、それではいよいよ次回は第3期。ジ・エルダースクロールズのゲーム作品のほとんどの舞台となるこの時代は、一体どのように進んでいくのか。
頑張って作ってまいりますので、どうかお待ちくださいませ。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。